まあ、本当に初戦からチーム一丸となって本当に最高のチームで戦えたので、まあ、結果は残念でしたけど本当に最後みんなでやりきって終われたのは良かったです。本当にたくさんの方から、まあ、SNS などでメッセージももらいましたし本当にそれが自分たちの力になりました。これからも、まあ、なでしこという女子サッカー日本女子サッカーは本当に発展していくと思うのでこれからも応援よろしくお願いします。